はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はですね、モダンコンバット5初心者講座第3回というわけで、コンパクトのね、サップレス話を紹介していきたいと思います。はい。まあ、今回はね、アタッチメントの方はこちらでございます。はい、こちらですね、タクティカルフラッシュハインダー。なぜ私はこの一番右側のフラッシュハインダーをつけてないかというと、ここですね、問題は。こちらの一番右側のやつをつけると、威力が上がるんですが、その代わりほら、射程が一気にグーンと落ちますよね。まあ、これを使うとタクティカルフラッシュファインダーを使いますと、まあ射程もほどほどにできて威力もまあちょっと下がるけど、まあいい感じじゃないかなというわけで、まあどの武器も共通で、一番右よりも私的にはこちらのタクティカルフラッシュファインダーをおすすめしますね。はい。まあグリップはどう考えても精度が一番上がるので、一番右のをおすすめします。はい。というか左、一番右のをつけなければダメですね。はい。マガジンの方は、まあ、エクステンドといってね、一番弾が増えるやつですね、こちらの方。まあ、サイトはどれでもいいんですけど、まあ、なんとなく自分はこのピョコって出てる部分が好きなんでね、これをつけてます。それでは、野良に行きたいと思います。お、敵来た。やったー、でもあと6分もあるんか。長えな。まあ、いいか。サップレッサーの方はですね、まずは、ちょっとそちらで壁打ちをしたいと思います。ちょいと仲間ごめんよ、ちょっと練習させておくれ。まず打っていきたいと思います。こちらの方にね、まあ、こんな感じですね。結構ブレますよね、やはり精度があまりないんで。3点バーストとか5点バーストとかおすすめですね、この武器は。そんなフルバーストすると強くないんで、まあ、とりあえずサプレッサーついてない武器はなるべく胴体を狙っていきましょう。頭よりも。じゃあ当たんね、やべ当たんね、当たんねえな。やっぱほんと精度低いな。その遠距離まで届くのはいいんですけど、その代わりにほんと精度が落ちてるんで、あまりまっすぐまで飛ばないんですよね、弾が。敵がいないな。おった。私はこれ今あれですね、3点バーストですね。さっきからなんかダダダンダダダンダダダンって感じで打ってますね。そんなずっとフルバーストしてると、ほんとなんていうんですかね、弾がばらけるんで。うわー、ちょっと待って、これえぐい。はい。けどね、まあ、この武器はね、なるべくヘッドショットをね、狙うなとは言いませんが、サプレッサーのついてない武器はなるべく胴体打ちをメインにした方がいいと思いますね、私的には。おお、だからもうグレ危ねえ。ヘッドショットラインを意識してもですね、精度が低いんでなかなか当たんないんですよね。なるべくなんかダダダンダダダンみたいな感じでいきましょう。3点バーストのように。キャプチャーザフラッグだからリッシュが固定されてるはず。いや、マジで当たんねえな。まあ、覗くとこんな感じですね。あ、ナイス。でも噛み合わねえ。また敵抜けた。いやー、もう抜けすぎじゃないですかね、これ。ハンドガンの方のじゃあ壁打ちしていきたいと思います。ほぼ精度はマックスに近いですね、このハンドガンは。ほぼ近いですね。10回に1、2回ばらける程度ですし、まあそんな感じですかね。なるべく、MG5 はサプレッサーつけた方がいいと思いますね。まあ、レッドはサプレッサーつけなくても本当精度は高いですし、威力も高いんでいいと思うんですけど、なるべくサプレッサーつけるのをおすすめしたいですね、私的には。まあ、とりあえず1キル取ってと。はい、こういう感じか。まあそんな感じですね。はい。まあ覗いて打ちますとこんな感じです。まあ、ブレてないように見えるんですけど、実際こう腰だめで打ち合いするとかなりブレるんですよね。というわけでね、まあ、今回はこんな感じで、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。